釈迦ゾンビ、ビッグ O こと大角武史さん、敗血症で死去47歳デザイナーとしても活躍。ヒップホップユニット釈迦ゾンビで、ビッグ O として活動し、ファッションブランド、ミスター・ジェントルマン、ミスター・ジェントルマンデザイナーの大角武史さんが、先月24日に入院していた病院にて、敗血症のため死去した。47歳。同ブランドの公式サイトで3日に発表された。個人と遺族の意思により、葬儀等に関しましては、近親者のみにて執り行われた。今後の予定として、3月の東京ファッションウィークにて、亡くなる直前まで病室にて制作を進めていた2021年秋冬、コレクション大角への追悼の意を込めて発表。また、コレクション発表の数日後には関係者、友人、ファンの皆様とのお別れの会を予定しておりますとした。続けて、生前、大角の想像を受け止め、深い心で理解して手をお貸しくださったすべての関係者の皆様、そして何より、ファンの皆様に心からご礼申し上げますと結んだ。大角さんは、釈迦ゾンビのラッパーとして活動しながら、ファッションブランド、スワガー、スワッパーを設立し、2004年から、フェノメノン、では、デザイナーとしても活動。12年に、吉井雄一氏と、ミスター・ジェントルマンをスタートさせ、16年に、フェノメノンデザイナー退任後は、ミスター・ジェントルマンを中心に、様々なジャンルでクリエーションを発揮してきた。